はい、こんにちは。レトスのお野ですえ。負けても終わりではない。辞めたら終わりだ。こう言ったのはアメリカの37代大統領ニクソンです。今年の試験に落ちたとしても、来年こそは絶対合格しようと前を向いて進めば終わりではありません。諦めたら終わりです。何事も諦めない気持ちが大切です。来年は絶対合格しましょう。それでは3問に入ります。A 所有の土地が A から B。 B から善意無過質の C へと売り渡され、移転登記もなされたが、A の錯誤が原因で AB 間の契約が取り消された。この場合、A は登記なくして、善意無過質の C に対して錯誤による取り消しを主張できる。丸かツかという問題ですね。この問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えはどうなっているか。答えはツなんですね。 で問題文の状況を図にするとこんな感じです。A が B に土地売り渡して、B がこの土地を C に売り渡したという状況なんですね。で、C さんっていうのは A さんが勘違いをして売っちゃったよってことを善意無過失つまり何の落ち度もなく知らなかったということですね。無過失っていうのは落ち度がないということで、善意っていうのは知らないってことなんですね。何を知らないかっていうと、 A が勘違いして売ったこと。つまり A が、えー、作に陥っているということを知らないってことですね。で、知らないし、それに対して何の落ち度もないんだ。無過失なんだという状況です。で、この状況で A は C に対して取り消しできるかって言ってるんですけれども、結論から言うと取り消しできないんですね。この錯誤により取り消しっていうのは、全員無過失の第三者に対して対抗できないんですよ。今回 C さん全員無過失ですよね。 つまり A さんは C に対して対抗できない。つまり A はこの土地返してっていうふうに C に言えないんですね。つまりもうこの土地っていうのはもう C さんのものなんだということになります。これは登記の有無は関係ありません。まあ、今回 C さん登記、えー、持ってるんですけども、C さん登記なかったとしても、登記があったとしても関係なく全員無過失であれば保護されます。まあ、ポイントはここの赤文字の部分です。で、今回の内容については個別指導のテキストの P5。 5ページです、ね、に記載しております。で昨日の動画のえ昨後の成立要件及び例外ですね、表示者に重過失があった場合でも取り消しができる、その場合についてはテキストの4ページですね、こちらに表でもまとまって整理されていますので、え必ず確認していただければと思います。で問い2ですねえ、宅建業者 A がえ宅建業者でない B から A が売り主である宅地について喫茶店で その買い受けの申し込みを受けた。つまり、A が売り主業者で、B が買い主だということですね。そして、B は申し込みの撤回を書面により行う場合、その効力は、B が申し込みの撤回を行う旨の書面を発したときに生ずる。丸か×かという問題ですね。まあ、つまり、これ何言ってるかっていうと、まあ、B さん申し込みしましたよね。B さん申し込みしたけれど、申し込みの撤回をしたいと。書面で申し込み撤回させてくださいっていうふうに。 売り主 A にま郵送するって話なんですね。書面発するって郵送するってことです。そしたら申し込みの撤回の効力は、書面を発送した時に生じる丸かツかという問題なんですね。で、答えは丸です。クーリングオフっていうのは書面を発信した時、つまり郵便局に書面を出した時ですね、に効力が発生します。つまり、宅建業者が故意に受け取らないと。 つまりこの書面ですよね。撤回、申し込み撤回の書面を受け取らなかったとしても、効力は発生するんだ。つまり飼い主は保護されるわけですね。飼い主は発送しさえすれば、もうクーリングオフによって申し込み撤回できるわけなので、飼い主は保護されるというわけです。まあ、これは基本事項なので、必ず頭に入れておきましょう。でえ、問いさんですね。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、 開発許可をする場合において必要があると認めるときは当該開発区域内の土地について建築物の敷地構造及び設備に関する制限を定めることができる丸か×かという問題ですねえ答えは丸ですつまり知事っていうのは、まあ、必要な制限定めることができるんだということなんですねで用途地域の定めがある土地っていうのはまあいろんな制限がかかってくるわけですよ 例えば、第一種低層住居専用地域だったら、建物の高さの制限がかかってきたり、あと外壁の交代距離の制限がかかってきたりするんですね。つまり、この用途地域の定めがあることによって、一定の制限はあるんです。それに対して、本問のように、これ用途地域の定められていない土地ですよね。ここっていうのは、制限がないんですよ。 したがって、知事は必要があるときは一定の制限を定めることができるって話なんですね。で、制限の内容っていうのは憲兵率だったりとかえ、建物の高さだったりとか、まあそういった内容です。まあここは細かくね、覚えなくても大丈夫です。頭に入れることで言うと、用途地域が定められていない土地については制限がないから、知事は一定の制限を定めることができるんだっていうことですね。ここを覚えていただければ大丈夫です。まあ覚えるっていうかこれ理解していただければ解ける問題ですよね。 だからこそ理解学習が必要だってことなんですよ。これ、多くの方が意味がわからないんですよ。何を言ってるのかが。でも今言ったように、あ、用途地域定められていないんだなってことは、あ、これ、制限ないぞと。これ制限なかったらいろんな建物建てられるわけですよ。建てて欲しくない建物も建てられる可能性があるんですよね。だからそういったものを排除するために知事は一定の制限定めることができるんだっていうふうに理解をするわけです。まあ、そうしたら答え丸だというふうに、もうすぐ答え導けますよね。 だからこそ理解学習が必要だっていうふうにお伝えしてるんですよ。丸暗記じゃなくて理解してくださいねって言ってますよね。まあそうしたら点数も飛躍的に上がりますので、えー、一緒に理解学習できれば嬉しいです。で、個別指導、えー、値上げまであと4日です。えー、分割払いの分割回数も増やしてますし、えー、支払いやすい内容となっていますで。個別指導の詳細っていうのは動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。卓研試験は理解できれば合格できます。 理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってんのかわかんないな、実力が上がってる実感がないな。もしそう思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。 個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能ですもしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております卓研合格目指ししてて一緒に頑張っていきましょう。